ネイキッドシティは、ネバダ州ラスベガスの地区の一つで、ラスベガスストリップの北側に位置している。この地区は、ラスベガスストリップの北端、ラスベガスブールバードとサハラアベニューの交差点近くに位置している。この一角では、1930年代から低層住宅の建設が始まっていた。1950年代には、サハラアベニュー、ラスベガスブールバード、ワイオミングアベニュー、 インダストリアルロードで囲まれた一角に、当時としては近代的だったアパートが何棟も設けられており、地区内の工事には、セントルイス、ニューヨーク、ボルチモアなどと、アメリカ合衆国各地の都市の名が冠されていた。その住人の多くは、ラスベガスの娯楽産業の従業員たちだったが、この地区が特に際立っていたのは、いくつか設けられていたプールで、 ショーガールの女性たちが日焼けの跡が残るのを嫌い、よく全裸で日光浴をしていたことだった。一説にはこれが裸の街を意味するネイキッドシティという呼び方の由来とされている。その後、徐々に住民は離れ、後輩が進むようになった。地名の由来に関する別の説では、ラスベガスの中心がこの辺りから遠い南側へ移っていった1970年代に、 犯罪が多発するニューヨークを舞台にした1948年の映画裸の街やテレビドラマ裸の街になぞらえてこの呼び名が広がったとも言うストラトスフィア2017年撮影建物より手前がネイキッドシティ1992年の時点でネイキッドシティはラスベガスで最も問題を抱えた地区と評されていたその後 1996年にタワーで知られる大規模なカジノホテルストラトスフィアがラスベガスブールバード沿いに開業し2007年にはコンドミニアムも建設されたしかしその一方で古い住宅やアパートも部分的に残存しており低所得者層が居住している2013年の時点でもラスベガスの中でも最も困窮した層が居住する地域とされている このような状態の中、様々な再開発計画が取り沙汰され、一部では、投機的な不動産売買や地上げ行為も行われているが、本格的な再開発は進んでいない。ありがとうございます。